メジャーリーグベースボール、通称 MLB のロサンゼルスエンゼルスに所属する大谷翔平選手の勢いが止まりません。今月5日に行われたシアトルマリナーズ戦でも、2番指名打者 DH でスタメン出場し、母校花巻東の先輩菊池雄星投手から第1打席で16号ホームランを放ちました。これは10奪三振を奪った翌日に本塁打を打つという MLB 史上初の快挙となりました。今回は米国メディアも驚く大谷翔平というテーマでお届けします。アメリカンフットボールのスター選手ジャスティン・ジェームズ・ワットがツイッターで次のような投稿をしました。多くの人が大谷翔平について話しているとは思うが、大谷翔平という存在を考えればその会話の数はまだまだ少なすぎる。彼が野球界でやっていることは正気の沙汰ではないのだから。アメフト選手が驚くほど八面六臂の活躍を見せている大谷選手ですが、米国メディアはどのように見ているのでしょうか。まずは ESPN のレギュラーアナリストバスター・オルニーの言葉です。大谷は特別なプレイヤーだ。13号ホームランは明らかにストライクゾーンから大きく外れていた。どうやったらあんなに高いボールをホームランにできるのだろう。そして忘れていけないのは彼の投手としての成績だ。防御率 2.10 で次に続くエンゼルスの先発投手より2ポイントも優れているんだ。私たちが見ているのは野球ファンが100年間目にすることがなかった最も優れた投手であると同時に最も優れた打者である大谷という稀有な存在だ。大谷が日本から MLB に来るときは日本のベーブ・ルースだと聞かされた。なぜなら彼はベーブ・ルース同様二刀流のスターだったからだ。しかし我々はこの言葉を言い換える必要がある。大谷翔平は現代のベーブ・ルースではなく、1918年と1919年のベーブ・ルースは大谷翔平だったと。なぜなら大谷が今やっていることはベーブ・ルースを含め未だかつて誰も成し遂げた者がいないのだから。このままシーズンを終えると奪三振数は150以上になる。はっきり言って信じられない数字だ。彼を話題にしなくてはならない状況を彼は毎日のように作っている。今年のアメリカンリーグ MVP を獲得するのは大谷翔平か同じエンゼルスのマイク・トラウトのどちらかと聞かれたら、私は迷うことなく大谷にかける。私は農場を持っているが、私の実家と全ての牛と植林地をかけてもいい。アメリカンフットボールのスター選手やプロバスケットボールのスター選手が大谷の活躍ぶりを話題にしているが、それも当然だ。大谷が今やっていることには信じられないほどの身体能力と機能が必要とされる。私のような人間よりNFL や NBA の一流選手の方がよっぽど大谷の凄さを理解しているだろう。ボー・ジャクソンは MLB と NFL の2つのプロスポーツリーグでオールスターゲームに出場したが、大谷も同じようなものなのだ。大谷は投手でありながら打者も兼任しているが、これは全く別の2つの競技をこなしているのと同じことだ。そして彼はその両方でずば抜けた成績を残しているのだ。次にご紹介するのは元デトロイトタイガースの選手で現在はフォックススポーツの MLB アナリストを務めるベン・バーランダーの記事です。彼の活躍は
ベーブ・ルース以来決して見ることができなかったものだ。大谷はエンゼルス最高の打者の一人だ。そしてまたエンゼルスで最高の投手でもある。私は高校卒業後、大学でも野球選手としてのキャリアを継続していた。私は野手としてプレーするために、また投手としてもプレーするために大学へ進学した。私が異端者であることはすぐに明らかになった。大学野球全体を見回しても、投手と打者の二刀流をこなしている選手はごくわずかだったのだ。大学でもプロ野球でも投手と野手は別々に練習する。どのグループと一緒にジムに行き、いつバッティング練習をするか、その日その日で選ばなければならなかった。投手がブルペンで投げている間、野手は打撃練習をしている。彼らの中で唯一その両方をやろうとしていた私は、ある日自分が手抜きをしていることに気づいた。投手と野手の両方をこなすということは、仕事量が2倍になるということだ。最善を尽くそうと思っても、結局はどっちつかずになってしまう。結局私は、投手としても野手としても平均的な選手にしかなれなかった。大学レベルでさえも、打者と投手の両方を行うことはほとんど不可能なのだ。ましてや、その両方をエリート選手レベル、世界最高峰の MLB で実現することなど想像すらできない。大谷翔平が一体どのように時間を配分し、どのようにすべきことをしているのか、皆目見当がつかない。野手にしても投手にしても、プロ野球選手というのはフルタイムの仕事だ。フルタイムでその両方をこなす大谷を見て、脳天を打ち抜かれたような気持ちになった。もし大谷が MLB に来る前に、一人の選手が打者と投手の両方をこなして、オールスターに選ばれるようなことがあるか、と聞かれていたら、私は不可能だと一生に伏していただろう。大谷は MLB に来る前から日本のベーブ・ルースだったが、もし彼がアメリカで野球を始めていたら、結果は違っていただろう。彼が北海道日本ハムファイターズで二刀流のスーパースターになったという実績がなければ、MLB では二刀流に挑戦する機会すら与えられなかったはずだ。米国のプロシステムの下では、投手か野手のどちらかを選ぶように求められるのが当然だ。野球ファンの反応も同じだった。本当に MLB で二刀流が実践できるのか、そして実践する必要があるのかと。しかし大谷は、投手に専念するには打者として優れすぎていたし、打者に専念するには投手として優れすぎていた。今シーズン、我々はベストバージョンの大谷を見ることになる。大谷翔平は文字通り、少年野球でやった最高のプレーを MLB でもやっている。どれくらいの間、大谷の二刀流を見ることができるかは誰にもわからないが、私たちは全力で彼を楽しむべきだ。そして私たちは、この目で見た大谷翔平の活躍を、いつか自分たちの子や孫に聞かせることだろう。もちろん彼は才能に恵まれているが、二刀流に費やされた彼の労力と準備の量は称賛に値する。おそらく片方に専念すればもっと成功できるはずだと、何年にもわたって大勢の人間から言われてきただろう。だが彼は聞き入れなかった。そして今年、彼は自分が正しかったことを証明し、さらには野球というスポーツを新たな高みへと導いた。彼が見せる二刀流は何よりもエキサイティングだ。
大谷がフィールドに出るたびに私は鳥肌が立つ。大谷翔平がしていることは多くの人が夢に思うことだし、彼はその夢を私たちの目の前で実現しようとしているのだ。それでは大谷選手の活躍を見た海外の人たちのコメントをご紹介します。もはやエンジェルスは大谷のチームだ。彼のプレーがすごすぎて思わず笑ってしまったよ。最初に生まれる子供の名前を翔平にすることを決めた。一人の人間がここまで野球を極められるとは、世の中不公平すぎる。 MLB のスカウトたちよ、大谷は高校生レベルの打者とか言ったの覚えてる？この男はたった一人で、これまで野球に無関心だった人間を野球ファンに変えてしまった。それ私だわ。前は野球なんて見たことなかったけど、翔平のハイライト映像を見てから熱中してるの。大谷翔平は俺の主であり救世主だ。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたらとっても嬉しいです。感想などありましたらお気軽にコメントしてください。チャンネル登録も忘れないでくださいね。